これに手こずってる方が結構多いかなね。はい、声声のようない。そしたら、前回皮むき動画見てくれた方、見てくれてない方いると思うんですけど、今回また改めて説明すると、ミニソンの際にね、スチール、ここに電線をつけて、電線下に余裕があれば右手だけで十分やとは思うんですけど、ちょっと狭い時とか距離が長い時、絶対抜けてほしくない時に、ね、ノーマル多い時とかね、皮を剥いてやると思うんですけど、これに手こずってる方が結構多いかなっていう印象です、うんうん、ね。はい、じゃあまずはいつも通りやってみましょうか。これだから一人作業じゃないか、引っ張る人が待ってますからね、うん、そうそうそう、待ってる手でってことですね。待ってますからね。10メーター先には待ってて、スチール出たよと言ってからの作業、突っ込んで待ってますからね、相手は。まだガーって言ってる。で、壁とかがあって見えへんかったら余計イライラする、うん、余計に、ま、想像で作業、自分の中での想像の作業ってことを進めてしまいますから、うん、見えてたらな、膠着してテープで抜けたらまた怒られるし、ね、うん、想像難しいとかね。黒でいくんですね。え？いや、別に何色でも。焦るし余計危ないですね。うん、待たせてるっていう。もうだいぶユウさんあれですね、うん、まだですかって早せや言ってる。これスチールシャカシャカされるボックスか、あるあるっすね。ここの通し方もありますし、ね、うん、ちょっとそれぞれだな。これはひじりさんに教えてもらうか。お、ひじりひじり巻き、あの現場で、うん、あ、頑丈そうやな、それ、うん、え、そんなやり方あんねや。これ抜けないっすよ、マジで。で、テープいらずなんですよ、結構20メーター超えたらテープしようかなっていうぐらい結構いけます。テープもめんどいもんな。はい、テープも巻いとこか、巻くんやったら残りの2本は飛ばさない。あ、そうや。テープの端がない。あるある、たまになくなるときあるからね。夏場とか薄くなって逆向き、そっちから持ってますね。一往復、うん、はい、僕はこんな感じです。はい、はい、じゃあ入れましょうかってようやく言えますね。そうです、だいぶ時間はかかりました。 OK、 はい、そしたら入線といえば手尻ということで違う、良くないですよこういうの。配管の鬼やから、ね、いえいえ、まあ先ほどの深夜がやったのも聖直伝やったってことで、ああ本家やね、本家見せてもらえると、はい、本家っていうか、まあ僕の考え、師匠
ばっかりですよ。 OK、 はい、いきます。ちょっと解説も入れながら、まあ、これももうザツクでいいんで、ハサミでほうほうザッといくとパッと折って、おお早いね。でぐるぐるって回してピッと、ほうほう。でもうこんなんこういう紙とかって、まあ、引っかかりは多少あると思うんですけど、うん、もう3本まとめてパチッと切ってあげて、まあそこまでガチガチにはならんのかもしれないですけど、でこの IV 剥くときなんですけど、はい、長く剥きたいときは、まあ、カッターなり電工ナイフで、僕は膝使ってでケーブルを引っ張っていくっす。俺と一緒やね、うん、で、まあ、根元だけガイド入れて、ほうほう、まあ、傷入っていいっていう考えなんで、うんうん、そうやね、あくまでも。で、まあ、本当に抜けてほしくないんやったら僕は2本で、あちょっと距離が長いとか、まとめていきたいですね。曲がりも多いとか。そうですね。でも、まあ、僕も色特にこだわってないんですけど、なんかたまに赤が強いとかは聞きますね、うん、へー、それ初耳やな俺。ほんまになんか赤は強いからみたいな聞くこと分かんないですよ。その職人さんが冗談で言ってたんかもしれないです。赤アースにするからとかじゃないんですか。分かんない。これでもこの2本分入るかどうかが微妙なとこなんですけど、これ。あー、まあ種類もよるもんな、はい、これはよるんですけど、うちのちっちゃいからな。ちょっと頭きれいにしないと入らなさそうですね。まあこれ2本で入ってくれ、入らないですね、これは。だから1本でいきます。 OK、 まあ入るんやったら、両方違う方向から入れるってことやな。そうですね、ねじり流やったらこっち側とこっち側で1本ずつ入れます。僕は1本で。それ誰かに教わった？いや、なんかそうした方がいいんじゃないかな。なんか網みそのことをちょっと考えとったときに、イワシみたいな感じで、そうです、殺し合った方がいいんじゃないかな。あ、これ短いですね、ちょっと持ってた、ね、ちょっと日本でやるつもりやったから短くなってしまいましたけど、まだカート動くる先に日本やったら先のでいけるんか、反対側のボックスで待ってるだろ。ゆうさんが今ちょっと図面見てますね、一回かかるな、ほんまに、ほんまにあれなんかなっつって。あー、ちょっとカメラ回ってると手こずりますね。せやな、やっぱ緊張する。まあ、口ばっかり動いとったらその人のあれもちょっと気紛れますからね。まだ、あ、ちょっとなんか違うんですよ、いつもとエコケーブルやから。まあ、もっとすんなりいきます、言い訳じゃないけど、ほんまに叩かれるわ、これ。うわ、めっちゃ嫌やわ、これ。まあ、いつまでやってね。でも、どうか聞こえてくる。まあ、こうやって、まあ、ね、ちょっとちゃんと言いますね。ここで潰して、はい、出てきたのでねじるんですけど、はい、引っ張りながらねじってください。このねじりのこの細かさが硬さになるんで。ああ、確かに。多分2期バージョンで、この場合はもうスピード重視なんで、僕刃入れすぎても問題ないんで、こうクリクリって抜けるんで、抜けんかった。みんな現場ではもっと早いですかね。とりあえず面白くしたいです、電気屋を。